はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少し変わった企画というか、ちょっと未来の話をしたいと思うんですね。で、まあ正直 100% 当たらないと思うんですけど、まあ5年後のジャイアンツのスタメン予想っていうのをちょっとやっていきたいなっていうふうに思いました。まあ実際こういう話ってすごく楽しいじゃないですか。ロマン感じるじゃないですか。うん、そういった意味で今出てる選手とかっていうのも多少なりともね、5年後も出てる可能性あるかなっていうふうに思うんですが、まあ少しね、意識的にちょっと今出てる選手っていうのを外しながら、ちょっとまあ今育成であったりとか、ファームにいるような選手も、あ、伸びてきそうやなというような、あ、僕が思うね、選手をスタメンに、入れさせていただきました。実際ね、その5年後ね、スタメンにいる可能性っていうのは僕十分あると思いますし、まあそういったところで、ね、皆さんの意見も お聞きしたいと思うので、ぜひね、僕が今からこう発表するスタメンに対して意見などありましたらね、コメント欄でよろしくお願いします。はい、じゃあですね、早速打順ね、見ていきたいと、スタメンを見ていきたいと思うんですけども、はい、もう早速言います。まずね、僕が考える、まず1番バッターですね。1番ライト、萩尾選手ですね。はい、萩尾選手が僕は入るんじゃないかなというのを思ってます。まあ非常に、まあ今1軍にちょっといなかったりとかしますけども、まあ今年ね、見てると非常に思い切りのいい打撃、してますし、まあ守備に関してもね、僕去年ね、あんま上手くないなって思ってたんですけど、まあ非常にね、それも改善されつつあるんちゃうかなと思ってますし、まあ送球というところも非常にね、安定感がね、出てきたなっていう感じはあるので、まあ結局外野手なんてもんは、まあ打たなければ出れないっていうところなんですけど、まあ萩尾選手の、まあ今年のね、まあ序盤であったりとか、中盤あたりね、ちょっと試合出たりとかしてましたけども、そういったところの、まあ少しながらの、まあ成長を見てですね、まあ5年後ね、主軸というか、まあ1番バッターですけども、そういったところを張っといてほしいなという願いも込めて、萩尾選手を1番にさせていただきました。はい、でですね、次いきます。次2番バッターいきます。2番はですね、ショート門脇選手でございます。はい、門脇選手ね、今ちょっとこうあまり良くないんじゃないかっていう風に思われた方いらっしゃると思うんですが、まあ実際ね、門脇選手レギュラー取らないとダメですよ。はい、伊豆口選手、今で言ったらモンテス選手とかね、まあいますけども、まあ守備力もそうですし、去年のね、後半の打撃なんかを見てると、間違いなく門脇選手がレギュラー取らなければいけない。普通に言ったらね。ただ、まあ、5年後の話になるので、まあ、モンテス選手はほんまにいといてほしいっていうのはあるんだけども、まあ、5年間いる助っ人ってなかなかね、あんまりいなかったりとかするんで、そういったところで、まあ、モンテス選手をショートにしようかなとも思ったんですが、まあ、ちょっとあえて外してね、外してというか、まあ、5年間はいてくれないだろうっていうところで、まあ、門脇選手というところで、まあ、門脇選手もその当時というか、5年後は29歳というところで、ちょうどの今でいう吉川選手とかのね、あのあたりの年齢になってきてますんで、非常にこう、油の乗ったというところになるんで、非常にね、頑張ってもらいたいなという思いはありますと。はい、でですね、次3番いきたいと思うんですけども、3番はですね、センター浅野選手でございます。はい、まあいろいろ意見ありますと、まあその1番に浅野を置いた方がいいんじゃないかとか、まあいろいろありますけども、まあ僕はまあ先日の満塁ホームランもそうですし、やはり、長打もまあある程度打てて、で足もまあ速くてっていうところがあると思うので、まあ1番で起用するのも全然ありだと思うんですが、やはりチャンス強い打撃であったりとか、そういったところも僕は期待しているので、僕は3番に置いた方がいいんじゃないかっていうふうに思いますし、順調にね、まあ伸びていけばね、その5年後っていうのは25歳ですから、ちょうどまあ坂本さんがね、3番を打ち始めた時もまあ確か22歳3歳とか、多分その辺あたりだったと思うんで、そういったところで、まあ、浅野選手が、まあ、25歳で、まあ、まあ、若手なんですけども、まあ、チームの中心として引っ張っててほしいなというところで、まあ、3番、浅野選手というところを選出させていただきました。はい。でですね、4番、ここ注目だと思うんですが、まあ、これは僕正直一択でした。はい。まあ、岡本選手がね、まあ、メジャーにおそらく行ってるでしょうから、5年後にはね、確実に行ってるでしょうから、
そういったところで、まあ、4番サードティマ選手というところで、まあ、今ね、2軍で英才教育というか非常にこう、まあ、桑田監督の下でね、非常にこういろいろ勉強してますと。で、まあ、失敗はありますけども、まあね、やはり岡本選手の次の4番っていうのを絶対ティマ選手に打ってほしいっていう、まあ、球団の意向というのは僕は絶対あると思うんですね。で、あれだけのパワーと、まあ、今年ね、2軍で初めて出てますけども、まあ、率もね、それなりに、僕はもっと、まあ、本当に1割台とかぐらいなんじゃないかなというふうに思ってたんですけども、しっかりね、2割、まあ、前半ですけども、打ってますし、非常にそういったところで、パワーも、まあ、規格外というところで、どんどんね、5年後、確実性を高めていければ、すごく面白い、まあ、外国人なんですけども、まあ、純和製、大砲みたいなところも、非常にこう、期待がかかるところじゃないかなというふうに思うので、まあ、この4番、サード、ティマというところは僕は、一択かなというふうに思いました。はい。でですね、次、ちょっと驚かれる選出、かもしれないんですけども、5番、ファースト、三塚選手ですね、育成の選手ではあるんですけども、僕はこのバッターっていうのはね、非常にもう打撃において言えばね、素晴らしいんじゃないかなと思ってます。まあ今ね、大城さんがファーストに行ったりとか、うん、非常にしてますと。で、大城さんも、ファーストでやったら出れるかなって、5年後思ったんですけど、まあ37歳というところで少し現実的じゃないかなと思って、外させてもらいました。で、その代わりに三塚選手ね、まあ、5年後25歳というところで、まあ知ってる方いらっしゃるかもしれないですけども、まあ、もうえぐいと。あ、まあ、今年ちょっと怪我をして、今年かな、怪我リハビリして今年復帰したんですけど、非常にもうフリーバッティングの映像であったりとか見ててもちょっとえぐいと、もうパワーがちょっと規格外だというところで、まあ、今3軍とかで試合出てますけども、まあ、打球の速さもちょっとバッティングにおいて言うと、まあ、群を抜いてるというかちょっとレベルが違うなっていうところはあるので、まあ、そのファーストの守備であったりとか、まあ、外野手も守るんですけども、動きなんかを見てても、まあ、守備にめちゃくちゃ難があるっていう感じには見えないんで、僕の目からするとね、思えないんで、非常に、左投げ左打ちですし、そういったところも含めて、ファーストで、バッティングが売りなんで5番っていうところを5年後ぐらい打ててたら非常に面白い、感じになってるんじゃないかなと思うんですね。はい。で、次行きます。次、6番ですね。6番、レフト、秋広です。はい。まあ、5年後は27歳というところ。で、僕、たびたびちょっと秋広選手に苦言というか、まあ、ちょっと厳しいことを言ってきました。で、まあ、実際、どういうバッターになりたいのかとか、まだはっきり多分本人も分かってないと思うんですね。どうしたらいいかっていうところ。まあ、僕からしたら、やっぱりこう、ある程度やっぱ長打を打ててっていうところを目指していってほしいんですけど、やっぱり本人が変わる気がないと、やっぱりそれはね、こじつけというか、あまりそんな、お前ホームラン狙えみたいな感じで、言うことは指導者はしないし、そんなことはしないから、どうなるか分からないですけども、僕は、本来で言えばね、秋広選手とかが、まあ、3番とか、打ってほしい、3番、4番とか、打てるぐらいの長打を、持ちながらやってほしいと思うんですけど、まあ、今のその感じ、うん、その、まあ、その扱いじゃないけども、いろいろこう、打撃フォームのことであったりとか、なんかちょっとこう、ギクシャクしてるではないけども、まあ、ちょっとこう、路頭に迷ってるような感じに僕は見れるので、まあ、5年後はね、そういったことはなくなってるとは思うんですが、やはり、まあ、秋広選手のポテンシャルというところも含めて、まあ、やっぱりこう、レギュラーとして出てってほしいなというところはあります。はい。で、7番、ですけども、7番はキャッチャー、岸田選手ですね。はい。岸田選手も、5年後が33歳というところで、まあ、ちょうど油乗ってるとか、まあ、一番、ちょっといい時期ぐらいかな、っていうふうには思いますと。で、まあ、今年初めてね、まあ、スタメンをこんだけ、勝ち取ってですね、試合に出場してて、まあ、リードのこととか、まあ、いろいろ言われてますけども、実際、まあ、経験してね、失敗して、人を学んでいくというふうに思いますから、まあ、安倍監督は現役時代も、まあ、いろいろ叩かれてましたし、実際、すごいこと言われてましたけども、それをね、しっかり乗り越えてというか、それから学んで、いいキャッチャー、名捕手になってったっていう経緯があると思うので、そこをね、岸田選手も、これからね、手順を踏んでいくというか、段階を踏んでいきながら、名捕手と言われるようなね、キャッチャーに僕はなっていってほしいなと、いうふうに思ってます。若さもね、あるのでね。はい。で、まあ、後ろにもね、まあまあ、山瀬選手とか、っていうところも非常にいますから、まあ、山瀬選手もね、
その当時、5年後はですね28歳になってるんで、もしかしたら岸田選手からレギュラーを奪ってる可能性というのも十分にあると思いますから、そこはね、まあ、競争にはなってくると思うんですけども、非常にね、今で言ったら僕は岸田選手がこのまま成長を続けていくと非常に面白い存在になっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、8番見ていきます。8番はですね、セカンド中田選手ですね。はい、吉川選手じゃないんかっていうふうに思われた方いらっしゃるかもしれないですけども、まあ5年後ね、直樹さん35歳なんですよ。で、まあおそらく多分やれてるとは思うんですね。やれてるとは思いますけども、先ほど冒頭でも言いましたように、あえてちょっと外してるっていうところもありますと。で、まあ、中田選手、僕そこまでめちゃくちゃプレーをずっと見てるわけではないんですけども、やはり今年のね紅白戦の印象というか、まあ、その走塁であったりとかバッティングに関しても、もう非常にこうパワーがあったりとかね、阿部監督の評価もありましたけども、そういったところで非常に伸びるポテンシャルっていうのは僕あるんちゃうかなというふうに思いますし、地肩の強さであったりとか、まあ、飛ばす力であったりとかっていうのは、先天性のものだったり、するので、あまりこうコーチがうまく言ったりとか教えたからできるもんではないので、そういったものを持ち合わせてるっていうところは、スピードも含めてね持ち合わせてるっていうことは、内野手で活躍していくっていうところで、ところにおいてですね非常に重要なことだと思いますし、まあ今ね若いですし、まだまだいっぱい学んでというところ、まあでいい見本がね吉川選手であったりとか門脇選手、まあ伊豆口選手がね、いますからね、もまあモンテスも含めていますから、そういったところで、まあいろいろ学びながらね、5年間学びながら、まあ5年後ね、25歳というところがあるので、すごくいい年というかね、うん、レギュラーを取ってもいい年かなというふうに思いますんで、僕はね、すごく中田選手というのを、まあ野球センスも含めてね、評価してるんで、5年後スタメンを奪うんじゃないかなっていうふうに感じておりますと。はい。でですね、最後、ピッチャー。まあ、おそらくですけども、まあ5年後は、まあ山崎伊織投手が、まあ確実にエースになってるだろうなっていうところはありますと。で、まあ、山崎投手も5年後、まあ、31歳というところで、まあ、素晴らしい成績というかね、最多勝を取ったりとかっていうことも、おそらく、できてきてるんじゃないか。まあ、それ以前にね、もう取ってるかもしれないですけども、うん、まあ、すごく、まあ、菅野さんから戸郷投手に行きまして、で、戸郷投手はちょっとメジャー志向が強いかなっていうところはあるので、まあ、メジャーに行ってると思うんですね、5年後までには。で、その後は、まあ、山崎伊織投手はそのエースのを引き継ぐみたいな形に僕はなってるんちゃうかなというふうに思うし、まあ、その他にもですね、堀田投手であったりとかね、堀田投手もまあ5年後28歳ですし、まあ、井上投手も28歳で、僕ねめちゃくちゃ注目してるピッチャーがいて、まあ、ちょっと育成なんですけど、まあ、園田投手っているんですよ。まあ、もしかしたら知ってる方いらっしゃるかもしれないですけども、ちょっとえぐいっすね。そのピッチャーは間違いなく出ていると思います。はい。その後、5年後は24歳というところで、ちょっと皆さんね、ゲルシーチャンネルみんなほんま見てほしいんですけど、園田投手のちょっとピッチングちょっとすごすぎて、ちょっと僕本当に、開いた口が塞がらないっていう、こういうことなんだなっていうふうに思ったんですけど、ちょっと完成度がえぐいね。18歳かな ?19 歳かっていうところなんですけど、ちょっと本当に、本当にもう、堀田投手とかもうかうかしてられないんちゃうかぐらい、の伸び率というかね、入団登場が144キロぐらい、マックスだったんですけど、もう今150ぐらい出してるし、っていうのがあるし、で、ピッチングの内容を見てても、ストレート、カーブ、スライダー、フォーク、ぐらいはね、すごく、コントロールよく操れてましたし、で、ストレートっていう、ストレートの質というかね、角度もあって、あれはちょっとね、えぐいなっていう、ちょっと本当に、化け物が出てきたなっていうところがあるんで、それぐらい僕は期待してるピッチャーなんで、5年後おそらく、まあ、先発ローテに入っといてほしいなというか、入れるやろっていう、このまま伸びてったら絶対入れるやろっていうふうに思って、入れさせてもらいました。で、あと、台湾から来てね、ファン投手とか、左のね、いますし、そういったところで、まあ、全員が全員ね、野手もそうですし、ピッチャーもうまくいくかわかんないですけど、し、僕のこの予想もね、もうはっきり言うけど 100% 当たらないっていうのは、全部が当たらないっていうのは分かってるんですけど、でもねこういう予想したりとかっていうのは楽しいと思いますし、まあ、今後のねこのジャイアンツの選手若手も含めて、うん、の成長っていうのは見守っていきたいと思いますし、またこれからもね途中段階で、この選手伸びてきましたねとか、この選手ちょっと伸び悩んでますねとか、いうふうに僕の目からね、思うことも発信していきたいというふうに思います。
思いますので、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、皆さんもねたくさん意見あると思いますんで、そんな方はコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。